屋さん、牛乳お持ちしましょうか。あ、今はいいや。そうですか。いやー、かわいい大家さんだな。大家さんじゃないよ、レナちゃんだよ。僕、キサラギ、201のキサラギです。レナちゃん、かすみのお手伝いするな。よろしくね。素晴らしい。来月分もレナちゃんのために払っちゃおうかな。僕の時と態度が全然違うね。来月も家賃よろしくね。これで敷島市以外全員紹介したね。レナちゃん。レナちゃん、なんか寒気が。これでよしと。103号にお住まいの御手洗さんってすごい方ね。昔分離合体する飛行機の研究なさってたんだって。お尻が。秘密のエレベーターよ。私と和也くんのターンね。あなたに興味が湧いてきたわ。ん？私朝ごはん食べてないの、いただいていいかしら。困ります。これは和也さんのです。自力で調達しろってことね。ケイさんの僕との押し入れ、大家さんにバレたらどうしよう。はい、え、2人で買い出しに行ってきてくれる？ほら早く。あ、でも和也、キサラギに褒められちゃった。そう、和也、お外に遊びに行こうよ。え、ちょっと待ってよ。いや、そのレナちゃん。レナちゃん、ただこねてカズヤさん困らせちゃダメですよ。ゆで卵の作り方、鍋に水適量、塩を少々入れて沸騰させて卵を。適量って何 cc、 少々って何グラム？なんか妙なやつばっかり集まってきちゃったな。ん？なんだかな。カズヤくん、ちょっといい？ああ、かすみちゃん。おお、いいから来なさい。カズヤくん、メイのことだけど絶対返さなくちゃいけないの？うん。おかしいじゃない、勝手に送りつけてきて一方的に返せだなんて。そんなこと言ったってしょうがないよ。僕がオーダーしたことになってるし、確かにお金は払ってないし。カズヤくんはそれでいいの？メイいなくなっちゃうんだよ。そりゃ僕だって。でも。でも何？はい。え？最後に二人で出かけなさいよ。天気もいいことだし。今から？何？メイが帰っちゃう前にデータをまとめておきたいんだ。だから。あ、そんなこと今日じゃなくてもできるでしょ？最後ぐらいメイにサービスしておいでよ。散々世話してもらったんだから。かすみ、敷島いるよ。今日こそ家賃回収。分かってる、すぐ行くよ。和也くん。うん。よし、行くよ。かすみさん、早く早く。かすみさん、長い間お世話になりました。メイ、早く行くよ。かすみ、楽しんできてね。敷島市、楽しむ。大ピンチだね、敷島さん。カズヤさん、長い間お世話になりました。メイはちっちゃくてあまりお役に立てませんでした。いい天気だよ、メイ。ちょっと出かけようか。
まだ時間あるしさ。はい。なに？出て行くだと？なぜだ、なぜだ、なぜなんだ！憎き早乙女のギャフーが見られるというのに。はい。私は CBD 明細回収できればそれで OK ですから。猶予を与えたのはてっきり早乙女を苦しめるためだと思っておったのに。このままじっと待てというのか、サラ。はい。ではおいとまいたします。わしの残り時間も少ないんじゃ、急がんとラーメンが食えんじゃろうが。意外と淡白なのね。待てよ、こんなことをやってる間に早乙女のやつしびれごと最後の思い出作りなんて顔と性格に見合わないことをしようとしてるんだろうが、絶対に邪魔してやる。ミカさん、山崎さん、ミカさん、早乙女、早乙女、早乙女どこ、早乙女、早乙女どこだ、早乙女。カズヤいないよ。なに、やつか。しかできない山崎、二人の間に吹き抜けた風は止む時が来るのであろうか。我ら正義の戦士大胆に。ガーガどうしたんだい、メイ。カズヤさん、今日は本当にありがとうございました。とても楽しかったです。僕もだよ。メイ、ちっちゃくてちっともお役に立てなかったけど、今日まで本当に。そんなことないよ。僕の方こそ、メイのおかげで夢だと思っていた僕のできたらいいな、できそうになってきたんだ。ありがとう、メイ。観覧車止まっちゃえばいいのに。なあ、これでは早乙女のギャフンが見られないではないか。 CBD メイの代金不払いにつき商品を回収に参りました。あ、カズヤさん、メイはカズヤさんのこと忘れません。では、今日まで本当にメイ、確かに回収させていただきました。
メイ。カジヤさんへ。短い間でしたけど、いっぱいいっぱい楽しかったです。メイはちっちゃくて上手にお世話できなかったのに、カジヤさんはとっても優しくしてくれてすごく嬉しかったです。メイはカジヤさんに出会えて本当に幸せでした。また会えたらいいな。ありがとう、カジヤさんへ。メイより。皆さん、くれぐれも電気のつけっぱなしには気をつけてくださいね。さて、電気といえば次は電気のコーナーです。メイ、はい、前々からキヨハラさんにバトンタッチ。はい、キヨハラです。今日は全国的に残暑の厳しい暑い一日になりそうですね。あれ、どこだっけ。日中の予想最高気温が過ごしやすかった昨日と比べると暑い一日になりそうです。お出かけの時は帽子お持ちくださいね。天気、まずは西日本からです。九州、沖縄は晴れ。性能はとてもいいんですよ。例えば。例えば。おはよう、メイ。今日もいい天気ですよ。そうだね。はい。教授ですか。早乙女です。ちょっとお願いがあるんですが。私たちサイバドールはメイドシステムによって起動しているのよ。メイドシステム、それができれば僕だってメイを作れるはずなんだ。お帰りなさい。ああ、怪しいものではありません。サイバー団社から参りました。サイバー団社。あ、メイの。はい。あのご迷惑をおかけしました。本当にすいません。まあお気になさらずに。立ち話もなんですから、どうぞお入りください。むさっ苦しい部屋ですが。まあ。失礼ですが、お名前は。さおおおじゃなかった。あ、そのさサイバー X と申します。サイバー X さんですか。あなたの CBD は先日無事に回収させていただきました。料金も払わずに借りっぱなしで。
申し訳ありませんでした。済んでしまったことです。気にしないでください。当社の担当者から聞いたのですが、あなたも CBD のようなロボットの研究をなさっているとか。そんな、僕なんてまだまだです。またまたご謙遜を。あの CBD、少しはお役に立ちましたか？はい、もちろんです。我々はあなたのような研究熱心な方に大変興味があります。よろしければ今後の研究用に CBD をプレゼントいたしますが、いかがですか？はい、よろしい。CBD には無数のバリエーションがあります。お好きなものをお選びください。あの、回収されたサイバドールはどうなっちゃうんですか？メンテナンスファクトリーで保守点検され、新たなオーダーが入るまで保管されます。あ、それが何か？メモリーは、そのまま保存されています。オーダーがあった時点で初期化しますから。ところで、どのタイプにするか決まりましたか？あの、はい、はい、名誉お願いします。あのモデルはスタンダードグレードです。もっと優秀なのもありますが。いえ、もう一度名誉、うちに来てくれた名誉お願いします。わかりました。あ、待ってください。やめますか？いえ、あの、最後の OK クリックは僕にやらせてください。わかりました、どうぞ。どうしました？あの、僕にはお支払いできるようなお金はないんです。ではこうしましょう。代金は先ほどの牛乳のお礼ということで。はい。そんな都合のいい話あるわけないよな。リボン落ちましたよ。え？また結んでもらえますか？ただいま、カズヤさん。おかえり。どうしてだろう、歌
はいおいっす。ねえケイって電話と仲が悪そうだよね。なんでケイ対電話なんちゃって。寝ちゃったかな。極めてナンバラ君以下よ。クワピー待った待った。